はい、どうも。 Thank you。 改めて紹介しましょう。ケンさん、横山でございます。そして小野瀬雅夫さん、おっさん。そして今日野さんがね、いつもやってくれます僕の大好きな氷の国から、こんにちは。今年はアメフェスの PV のテーマ曲として使わせていただきましたね。もうバッチリですね。バッチリです。最高です。ケンさん、今日は久々に雨にやられましたか、ね、本当ですね。珍しいですよね。はい、生てる2人でその時やられて、はい、危ない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 、ディーゼントできないかわいそう。おコンバーチブル、コンバーチブル、コンバーチブルですね。そうそう、かっこいい。オープンカー、かっこいい。コンバーチブル。もうね、今日ね、最高だったらね、岩木さんとケンさんと3人で、はい、Z でバーッと雨降られた時に、岩木さんが、天気が悪いよ、天気が。生。4月13日の再現がね、生で来ましたよね。ちょっとね、もう濡れてたついで、おしっこちびっちゃいました。ちょっと失禁してしまいました。ね、生は聴けると思わなかったですね。キャロルの日々を思い出しました。しかも Z に乗ってね。Z に乗って。やばかったですね。あれで雨でもいいやと思ったんですけど、ね。逆に雨でよかった。逆に雨でよかった、ね。はい、いやでもちょっと今日はね、午後からドラッグレースとか中止になっちゃいましたけど、まあたまにはこんなこともあります。でもとりあえず雨で中止になったわけではないので、そう、とりあえずよしとしましょう今日は。そしてこんなにね、たくさんのお客さん残ってくれました。雨でね、みんな帰っちゃうのかと思ったらね、みんな残ってくれて、歌唱もね、そしてハーレーのみんなもね、残ってくれて、最高な、27回目のアメフェスをね、送ることができました。もうね、メンバー、スタッフね、そして、皆さん、お客さん、皆さんね、そしてゲストに来てくれた、ビスキャッツ、そしてマックショー、そしてキャデラックね、それから、いろいろお姉ちゃんとかいろいろいましたからね、そして DJ オッシーね、皆さんもう一度大きな拍手で。そして皆さんどうもありがとう。はい、じゃあここでその大先輩、不良の神様、岩木浩一さんをお呼びしたいと思います。来ました。いやどうぞ、皆さん大きな口で。岩木さん、パンツがびっしょりなの。パンツびっしょり。気持ちが悪い。去年もやりました。恒例になりました。去年恒例というか、そう、ね、雑誌がすごく良かったってことで、そうですね、今回はモノマスターっていうところの雑誌が、はい、来てくれましてです、はい、じゃあちょっと高いところからね、撮ってみんなが入るようにね、入るようにね。バンドのメンバーもちょっとみんなこっちに来たらどうなの。そしたらね、そうそうそう、たまにはそういうのもいいね。そうですね、みんなね、全員ね。それで今日はね、またその写真もあるんだけど、はい、今日若いあの間、はい、ラップのメンバーで、ホワイトジャムっていう、ラップだよね、やってて、ガシマって言いますけどね、一緒にオートバイで結構アウトドア楽しんだりしてる仲間がいて、今日はちょっとみんなに紹介したいなと思って連れてきました。で、ちょっと一発みんな褒めたたえるラップやるからちょっと聞いて。はい、無茶ぶりっすね。即興でやりますか。じゃあ、ありがたいこの無茶ぶり、ちゃんと止まったあの土砂降り、最高だぜこの雨フェス、天気も雨フェスから晴れフェス、みんなの顔も快晴、俺も飛ばしてきたんだハイウェイ、車とバイクが大好きなやつはでっかい声を聞かせてくれ。よろしくお願いしますっていう感じです。じゃあちょっと来年あたりはちょっと想像して、ちょっと出てたね。ね、いやライブ俺見に行ってんだけど、はい、またこの今ならいいんだよこいつは。本当に岩木さんヒップホップ行くんですね。えなんかヒップホップ行くんですね。俺はまあ基本は演歌だけど、ね、基本は演歌、でもかっこいいですもんね。いいですね。すごくね、はい、外国帰りで、はい、なかなか洒落てんのよ。あ、英語ベリーウェル、はい、でかっいいですね。外国帰りとかね、僕ら違うと子帰りってやった時があるんですけど、ちょっといろいろちょっとね、はい、はい、すいません、すいません、すごい汗だらけ。じゃあちょっと記念撮影いきましょうか。はい、皆さん協力してください。はい、はいよ。皆さんこちらご覧になってください。いや、こちらです。こちら。いいね、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 いいね。
あのいい写真撮ってさ、来年のさアメフェスのポスターに出そうぜこれ。大丈夫？イエイイエイイエイ。少し気の弱いやつ多いね。見た目は結構気強そう。意外と心は優しいんですね。心優しいよね、はい、いいよね、センチでね、フリーをね、はい、うん、もうそういうところはちょっとシャイなんですよね。そう、はい、だってもう剣なんかお前、俺そばにいてもこいつ話しかけてんだよ。俺のこと嫌いだろ。いやいやいや、どうしていいか分かんない。かっこよすぎて。ボレボレ命の恩人です。命の恩人ですからね。あの細木和子さんの番組で見た人いるし、本当にさ命の恩人、歌ってる時以外声聞かない。本当に最高ね。最高ですけど、ありがとうございます。最高、はい、ありがとうございます。そして最高、ありがとうございます。そしてありがとう、岩城さん最高。皆さんもう一度岩城さん、ありがとうございます。最高、ラシマです。最高ですね。かっこいい。まだ緊張しますもんね、僕らはね。この間キャロルの4月13日のビデオ見たばっかり。そう、俺もこの前見たばっかり。俺たちね、原宿かな。